2016年7月10日、アリンハック選挙連合は、香港立法会選挙に関する記者会見。アリンハックは、香港本土派、セクション天笠革命後に設立政治組織所成立の一部選挙連盟に、民族自決を掲げている、同盟メンバーには、青年申請、東急流尺石,石中組、天水学校移民生石中平台、調査湾尺発展力量、 自由山建設力量アトンモンシャク石中組。2016年8月28日、アリンハック選挙連合は、香港民族準備会議を開催。2016年8月28日、アリンハックは、選挙連合の6人の候補両賞、久志、リアズマ昇、ユーカオルサダ、高春傑、王百派、陳沢等、及び二人の本土民主前線の両点と、ダイ屋オグ、 二千十六年立法会選挙では、香港党を除いて、他の四つの選挙区が選挙に参加するためのリストを送信し、最後に、ユー・カオル・サダと両賞必殺二人がのリストは、合計に議席を獲得しました。しかし、十月十二日就任先生時しかし、議員就任先生時に、定型の先生文を読まず、先生の途中で中国を、シナと聞こえるような発音で表現したり、 香港は中国ではないという横断幕を掲げるなど、したため、とともに取った上記の行動を中国の全国人民代表大会常務委員会から問題視され、議員が中華人民共和国香港特別行政区に忠誠を尽くすと宣誓することを定めた香港特別行政区基本法104条に違反するとして裁判を起こされた。十一月五日に高等法院によって二人の 先生が無効とされて、先生日付で議員資格を取り消された。東九流尺石,石中組の推薦を受け、紀子県の一人、天水が恋民生石中平台の推薦を受け、陳主宮尾、カンナギ慶光、王百波の三人、調査湾尺発展力量の推薦を受け、リフミヒの一人はジュン建設力量の推薦を受け、審査会見、長吉美世の二人が、 国議会議員選挙に出馬し、7人ともが全員、当選となった。天水が小い民成績中平台の大百羽参加する2020年香港、立法会選挙区議会職能別選挙区、そして参加する民主派予備選挙、最後に7万1706得票数勝利。大百羽そして、九龍城の本土派議員と利権、明グループリストに参画議会、 職能別選挙区こうした中、林定月が行政長官は7月31日、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮することを理由に、緊急状況規則条例を適用して、選挙を1年間延期し、2021年9月5日に執行するとと発表した。しかしこの延期には、香港の放送会からは違法との指摘も出ている。ありがとうございます。